はい、こちらペットボトルを用意して、でそこの裏に黒いペンで書いていきますね。あ、数式とかかな。でそれを、あ、反対側にするとなんとこちらコーラの黒い色とこのペンの黒い色がちょうどよく重なってカンニングできるっていう、そういうやつですね。黒と黒が合体して見えなくなるんで大丈夫なんですけれども、カッコ A たす B、 それぐらい覚えとけ。まあね、この場合は AB だったんですけれども、まあ難しいものもあるもんね、こんなん覚えられねえよみたいな、そういう場合はここに書きたいんですが、まずコーラを持ち込めるかどうか問題。難しいねこれ。皆さんのところは飲み物を持っていくことができますか？置けますか？中にはね、水すら置いちゃダメみたいな、そういうところあるかもしれませんが、こういうカンニングの仕方もできますね。お、どこで食べてんねん。結果やっぱ怒られちゃいましたね。そんでその袋をどうするのかというと、ペンをぶっ刺して穴を開けましたね。でそれを吊るして、あ、そこから取れるっていう、お結構頭いいじゃん。なんか久々に感心するもの見ちゃったね。なんかね、こういうものってバカみたいなんですけれども、これに関しては普通にへーってなっちゃったんで悔しいです。負けた感じしますね。でもこういう風にすると隠して食べることができるようなので、やってみてください。はい、こちらは9の段の九なんですけれども、それをやってみろということで、何か迷ってるようですね。一人ができなかったんですが、0123、番号か、素直にへーってなっちゃった。そうなんだ。でも9の段だけだよねこれ。なんか方式あるんでしょうかね。でもこれに関してはこういう風な書き方ができるんで、皆さん覚えといても損ないけど、普通出てくる、多分出てくるよね9の段はね。2桁とかになったらあれだけど、まあそういう方法もあるということで覚えときましょう。はい、こちらは、あ、なんかすっごい長いカンニング用紙を出したんですけれども、まあ、こういう時は定規2枚を用意して、その中にカンニングのものを入れておくんですね。あ、で挟むってことか。そしてカンニングしたい時は見るっていう一番実用性あるやつですね。これガチでいいし、まあでもね、ちょっと柄が入ってないといけないっていう縛りはあるんですけれども、これめちゃくちゃいいね。あとは分厚さが出てしまうっていうとこ以外はまあめちゃくちゃいいですね。はい、こちらはノートを切っちゃってますよ。そんな切っちゃっていいんですか。で切ったノートを外して、そしてそこに、数式みたいなやつを入れていくんですね。ただのカンニングノートで、さらにそれで穴開けパンチで穴を開けて、ゴムを通してそれを手首に入れる、あ、そこからカンニングするっていう普通のカンニングじゃねえか。何のひねりもなかったか、ただのカンニングだった。ここまで清々しいカンニングは拍手したい。別にね、普通だった。みんなやってるようなことをしましたね。もう少しひねってください。はい、こちらは消しゴムにカッターを入れてってますね。んで切ってってるんですけれども、そこをパカッと開けて糊をつけていくんですね。で紙を貼り付けて、あ、もしかしてここに数式とかを書いといてカンニングするみたいな、そんな感じかな。でそれをテストの時に持っていくと、あ、もう不自然。開け方アウトやん。もう少しさ、わかりにくくしてください。しかもそこに消しゴムを置いとかないっていうところもね、ちょっと怪しいんですけれども、こういうカンニングの仕方、すごい天才的だと思いますね。頭いいですよ。はい、こちらは、テープを用意して、あ、Fランクの上に、こういう風につけて鉛筆でなぞるんですね。そうすると剥がれて A プラスになるっていう。お、 A プラスなのにほとんどペケじゃねえか。
間違ってるのに A プラスってどういうことでしょうか。しかもね、なんかテープを上からつけて、その上からなぞるのかな。で、その F の文字を取るんですけれども、どういう状況でしょうかこれ。意味がわからないんですが、まあそういうトリックというか編集ミス、編集トリック、まあそういうのがあるらしいですね。お、こちらは、あ、白いやつに、あ、なんか落書きされちゃったみたいな、そういう話ですね。じゃあそういう時はどうするのかというと、さらに落書きしていく、もうどうでもよくなった。で、その落書きしたやつに水をかけると、あー、それが流れてっていい感じ。前の方が良かったじゃねえか。ちょっと汚したんじゃないこれは。うん、前のハートだけの方がまだ良かったんですけれども、これはまあ失敗例ですね。たまに失敗することはありますよ、やっぱりね。それで出来上がっちゃったんですが、芸術といえば芸術だし、失敗だといえば失敗なんで、ものは言いようですね。はい、こちらはスマホを立てようとしても立たない。で、その時はピンを出して、こういう風に、まあ、立てて、そんで動画を見ることができるって、いろいろアウトだな。もう授業中にスマホを見るのもやばいし、安全ピンを立ててまで見たいほどのものを見てるんでしょうかね。いろいろ突っ込みどころがあるんですけれども、まあこういう風にすると立てかけることができるんで、こういう状況作らないでほしいですけれども、もしそういうことがあった場合にはやってみてください。はい、こちらはペンを用意して、その中になんか定規っぽいやつを入れていくんですね。んで、そういう風に123ってなってるんですけれども、どういうことでしょうか。そして紙を用意して、あ、これを定規代わりに使う。それもう定規でいいので、もう意味がわからない、二度手間なような気がするんですけれども、まあね、定規持ち込めないよとか、置いちゃダメだよっていう時はペンだけを使えばいいんで、まあいいんですけれども、こちらね、定規を先端だけ使えばいいじゃんって思うんで、これ微妙かもしれませんね。はい、こちらは緑のストローを用意して、それをアイロンで潰していくんですね。で、平らにするんですけれども、それをこういう風に切っていきますね。どういうことでしょうか。で、切った後にペンを用意して、それを筒代わりにする。で、あ、これは、あめちゃくちゃいいの出てきたな。すごいおしゃれじゃん。そういう商品あんじゃねとか売ってるなって思うんですけれども、でも作ってもいいよね。これ普通に欲しいやつ出てくると困っちゃうんですよね。まあ、作れよって話なんですけれども、めちゃくちゃいいんで、皆さんも火傷しないように作ってみてもいいかもね。これめちゃくちゃいいよ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。